株式会社モーラは神奈川県横浜市に本社を置く日本の企業。レーシングカーのメンテナンスなど、モータースポーツ関連事業を手掛けるほか、独自のレーシングチームの運営も行っている。2011年度参戦、車両1988年1月に神奈川県相模原市で設立され、レーシングカーのメンテナンスと設計を主業務として事業を開始。中でも、 マツダとは一時深い関係で、1990年代には、マツダスピードのワークス車両のメンテナンスを受け負っていた。また過去には、スポーツランドスゴ、筑波サーキット、仙台ハイランドなどのラップタイム計測システムなどを手掛けた。1990年にレーシングチームを発足し、全日本海参前選手権に参戦、独自チームでのレース活動を開始した。 全日本海3000への参戦は同年限りで、以後は N1 対9シリーズへ断続的に参戦していた。2005年からスーパー GT の GT300 クラスにフェアレディ Z で参戦を開始して本格的な活動を再開し、2008年には GT300 クラスでドライバーとチームのダブルタイトルを獲得。最終戦では鏡四輪連の板車仕様で走行し、 いた車としても史上初のチャンピオンに輝いた。以後も日産陣営の有力チームの一つとして活動を続け、2011年からは GT500 クラスにステップアップ、GT-R を走らせている。その2011年にはステップアップ初年度に決まり、シリーズチャンピオン獲得という異業を達成した。2012年も最終戦を待たず、第7戦、オートポリスで、 シリーズチャンピオンを決めるという圧倒的な強さでシリーズ2連覇を達成した。2013年はに連覇を支えた柳田正隆、ロニー・クインタレンディの両名が共にニスモに移籍し、代わりにニスモから元山明が GT300 から関口雄姫がやってきたが、1年通して苦しいレース運びに終始することになってしまった。2014年は関口が トヨタ陣営に移籍した。代わりに、柳田が2年ぶりにチームに復帰し、チャンピオン経験が複数回ある、者同士の豪華なコンビとなった。が、シーズンでは、去年同様苦しい走りが続いた。2015年は、第3戦隊で3シーズンぶりの勝利を挙げた。2016年 GT300 クラスから地を勝つまさが、ステップアップし、本山明とタッグを組む。 2017年まで日産のセミワークスチームとして活動を続けたが2018年以降はスーパー GT へのエントリーを見送っている。2019年からは GT300 に参戦する混同ーレーシングのメンテナンスを自宅している。ありがとうございます。